人税、オールスター中の北海道でのご飯会の思い出。23日、エスコンフィールド北海道でオールスターゲームの第1日目が行われたが、北海道入りした22日の夜、札幌市内で阪神勢が全員で食事に出かけたようだ。この時の様子について救援初出場だった桐敷拓馬投手が語ってくれた。新鮮な海鮮にした鼓を打ちながら、ほとんど話したことのない野手の先輩たちの素顔を知った。近本さんはアニメ好きで、中野さんは韓流ドラマ、印象が違いました。と嬉しそうに思い返した。23日も5人で外食。心がほぐれ、東京では希望していた広島栗林や DeNA 森原、巨人と強羅と会話もできたようだ。救援で多くの刺激を受け、また明後日から桐敷が躍動する。だから中野の登場曲はあれなんか。近本さん最近登場曲無色転生だしな、結構意外やね。近本アニメ好きなのおもろい。投手陣と野手陣って普段そんなに話さないんだな。マジでオールスターは選手間の交流関係とかもめっちゃ見えるから好き。オールスターのみんな根性さらけ出す感好きだわ。いい意味で遊びだからな。これはおもろい情報やな。なんじぇ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。